です、長かった梅雨も明けまして、やっと夏がけやってきました。五島市にはぴったりの夏でございますが、今年の夏ばかりはいつものようにいきません。昨日は長崎市県内で23名ですか、コロナの感染者がとうとうやってきてますね。 GoTo キャンペーンの後遺症でしょうか、影響が出始めてきました。そこで私、本日は暑さに負けないように、この、炎天下の下、街頭活動を始めたわけでございますが、本日はこのコロナ問題を私はずっと、3月からずっとやってきております。お一人も出しちゃいけないと思いながらずっと願ってたわけですが、とうとう2人五島市でも、感染者が出たということで、一日も早い回復を、祈るばかりでございます。でそこで本日8月1日付で新型コロナウイルス感染症の予防、今日私いつも持ってきていない小道具を持ってきました。これですね、私がおしゃべりして飛沫しないように消毒をしながらお話をしたいと思いますので、皆さん心配なさらないでくださいね。きちんと、なんとかなんとかというアルコール消毒液を、入れてきておりますので、おしゃべりしながら、消毒を、なんていうんですかね、振りまきたいと思います。なのでご安心ください。私がマルタ菌じゃなくてね、いろんな病原菌をばらまいて帰ろうとは思っておりませんので、きちんと消毒をして、戻りますので、今日はお話の間にこのアルコール消毒液で、私が街頭活動している近辺に、消毒して回りたいと思います。さて、新型コロナウイルス感染症の予防拡大防止についてのお願いということで、8月1日連日都市圏及び都市圏との往来による新型コロナウイルス感染症の広がりだということで、市長さんがコメントを書かれております。その中で、来島を予定されている皆様にはお住まいの自治体の自粛要請等の趣旨に沿って慎重なご判断をいただき、やむを得ず来島される場合、来島予定の2週間前頃から健康観察と行動歴の確認を徹底し、十分注意いただいた上で来島されますようお願いしますというコメントが書かれておりますが、これ書かれたのが、公表されたのが8月1日ですね。8月1日、明日明後日に五島に帰ってこようとする方々が呼んだ場合、来島予定の2週間前頃からと言ったら、もうこれ手遅れなんですね。手遅れになっちゃうんですよ。今から2週間待機して、前から健康観察と行動歴の確認を徹底しというふうに注意を謳われてますが、これ今から2週間ですから、ちょうどお盆ですね。お盆時期14、15で2週間になるんですね。なのでこのお願い事はもう何ですか、派手にですね、派手に拡散していただきたいと思います。市長さんもツイッターアカウントを登録されておりますから、フルに活用していただいて、もう感染者を2名で止めようと、2名以上出したらいかんということを周知徹底する必要があるんではないかと思います。でちょっと職員の方々も今お昼に出られましたので、今のうちに私がお話をしているこの近辺の消毒活動をしたいと思います。その間に、防災無線をですねお聞きになっていただくといいかなと思います。少々お待ちください。こちらは防災五島市です。7月20日五島市内で新型コロナウイルスの感染者
者が2名確認されています。市民の皆様には手洗いやマスクの着用、3密の回避など今まで以上に徹底し、感染拡大の防止にご協力をお願いします。何年も中やろ。こちらは防災五島市です。7月20日五島市内で新型コロナウイルスの感染者が2名確認されています。市民の皆様には手洗いやマスクの着用、3密の回避など今まで以上に徹底し、感染拡大の防止にご協力をお願いします。たまにはこういうこともやらないとですね。で、とにかく暑いです。暑い。そして一石二鳥です。アルコール消毒を散布しながらこの地面からの照り返しをいくらかでもやらげようと頑張っております。非常に暑くてですね、今日は私もタオルを首にかけて大変失礼かと思いますが、流れ落ちてくるこの汗と戦いながら、コロナ感染予防のために私はこの炎天下のもと、市民の皆様方がコロナに感染しないように注意喚起を行わさせていただいております。月日は早いです。本当早いですね。私があのゴールデンウィーク前の4月の29日朝から夕方6時過ぎまでジェットホイールが到着するたんびにこの防災無線を流しながら来島される、この五島に来島される、やむを得ず来島される皆様方へ一期一会選びながらですね、丁寧にお願いをしてきたわけでございます。かいあって、まあつい最近までは感染者が出なかった。しかし今日は8月3日ですが、7月の1日、先月ですね、7月の1日になると同時にこの五島市は防災無線を終えたんですね。ならなかったんです。で、3日長崎大学の大学生が感染したという報道がなされたもんですから、私は4日の日にこの五島市の入り口に立っております。銅像の田口大先生の銅像にマスクをして注意喚起を呼びかけたんです。しかし五島氏は、私がつければ外す、つければ外す、つければ外すと、なぜ私がそうやって3回も4回もマスクをつけに来たのか。五島氏行政が7月1日から防災無線をやめたから私はしに来たんですよ。まあそれから14、5日経ってようやく流され始めまして、今お聞きになられた防災無線が今現時点で流れているわけでございます。本当にあの怖くなってきました。私も私もあの起きたら一応検温はしております。検温しております。今朝は7度3分、37度3分ありました。やばいなと、やばいなと思いました。しかしながらここ2週間の私の行動履歴に、県外の方、特に福岡とかですね、都心部、都市部の方々と接した記憶はなかったもんですから、まあ、夏風邪かと。ただ寝起きだったもんですから体温がかなり上昇していた、その影響での37.3度でした今日は。先ほどもう一度測りました。